ここで大事なことを思い出しました。リノさん、その後ろにあるちっちゃい折りたたみ椅子ありますか？丸い白いやつ、あなたが座ってるやつ、はい、それをちょっとお借りしてよろしいですか？すいません、え、誰か座るんだ、リレーでお願いしていいですか？え、吉田さんお花、誰か座るんだ、あー、すなちゃん、悪いけど今日めくりたくていいかな、オーケー、ちょっと俺ここにいたら見えないな、ちょっとな、ちょっとあれか、あれ、ちょっと待って、丸はね、多分ね、どっかに移動する、じゃあ、ちょっと、ね、この辺に、ね、俺めくりゃいいんだ、そしたら俺がめくりゃいいんだよ、うん、どんだけベラン名なんだよ、ちょちょ、え、テキサス生まれのくせに江戸っ子だからね、いやいや、嘘嘘、新潟だから、新潟違うんで、つばめ三条、お邪魔します、お邪魔します、thank you.
Yeah.
メールしました。出たメールしました。見てない。見てないです。出たメールしました。これタマちゃんのギターです。マジで。あの、まだに鍛えてもらってるの。ギター弾かないと生クラになっちゃうんで、私はこれを鍛えるのがセーフなんですよ。私からいいよ、苦手なの。じゃあ、行かねえよ。お前、ドライブ大丈夫かい？くねくね山道してるぜ。山道ってどこのこと？じゃあ。もはやリハ不要。あれから変わったの。
お言葉に盛大な拍手をお願いします。無料で接客エンターテインメントやってくれました。フージにも大きな拍手を。イエーイ。これで今日ね、あの昨日からすごい頑張って多分10キロぐらい落ちたと思う。ちょっとやめて、痩せないやめて。この後ね、9時までだよね。はい、9時まで飲み放題、1時間15分あらっく飲んでてくださいね、はい、であと楽しんで飲んでて、お友達になりたい人いたらガンガン話しかけて、はい、あの仲良くなって帰っていただきたいと。お友達になりたいのは、うん、いっぱい食べてね、美味しいもの食べて。あとお礼があるわ、まだあるんで、あのどんどん取ってください。いいね、2度目でいいね。あのみんな楽しく飲んでってもらえればと思います。49歳たまりそうございました。あのタマちゃんの旦那さん、あ、スカッチー。そしてあの今日集まってくれた皆さん、応援メンバーの皆さん、ありがとうございました。マロとキューちゃんのデュエットないの？あ、次回。次回。交互期待。今回ね、私がいきなり無理のむちゃぶりさん。Yes.